羽生譲さん、絵本、ギフト、今週発売、クランプとタップ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2月26日の東京ドーム公演、ギフトを成功させたプロスケーター、羽生譲さんが、東京 BABYLON、クランプ学園探偵団、X、魔法騎士レイヤース。 カードキャプター桜などで知られる人気創作集団クランプとタッグを組み、講談社から絵本、ギフト、ギフト、結び弦、え、クランプが今週9月1日に発売される。講談社によると、3からクランプへの作画依頼を契機として、企画がスタート。3月6日文章は、まるで彼の版を物語るような内容で、スケートとはまた違った新しい才能を覗かせているという。 その文章にクランプがイラストを描き一冊の絵本になる。ギフトという物語は、公演に続き絵本として新たな形になり、結びゲンとクランプから世界中のファンに届けられる。両者の海外のファンからも期待の声が寄せられ、今後海外向けの翻訳版発売も検討中という。よろずニュース編集部。よろずニュース。羽生ゆずるプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、 フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イラマオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という異業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。